聖なる日をもって世界平和を祈るべしとのご礼辞を賜りました。以来このご聖火は連々と灯され、生ける者も死せる者の御霊を救う人類救済のご聖火となりました。この人類救済のご聖火をもってお焚き上げされる第50回アボンの星祭りでは、世界平和、国土安穏、地震除災、災難消滅、天災鎮護とともに新型コロナウイルス収束の